トロワは、フランス北部、ブラン、テスト地域圏のコミューンで、オーブ県の県庁所在地、セーヌ川に面し、パリの南東約150キロ地点にある、旧市街の木造建築サンピエールへサンポール、聖堂ローマ時代の名はアウグスト・ボナであった。この名と、並行して、ユリオ・ボナという地名が存在した。ボナとは、定住地を意味するので、前半のアウグストや、ユリオとは、 当時のローマ皇帝の名を表している。トロワという地名はガリア系のトリカス族に由来する。4世紀の町の名はキビタス・トライキャシアムであった。7世紀にトリクイシスとなり、9世紀にトレキャシディンズとなった。13世紀にはトリーズとなった。120年、ローマ皇帝ハドリアヌスは遠征軍を率いてトロワに滞在したことがある。484年、 クロビス一世は、石灰岩室の広大な平野が広がるトロワ周辺を征服し、シャンパーニュと名付けた。511年のクロビス一世による王国分割によりシャンパーニュはアウストラシアの一部とされた。しかしトロワはクロドミルの領地となった。720年、スペインから北上してきたアラブ軍によってトロワは征服されている。累計圏王時代の百二十年、アルランが、 トロワ博とされた。889年にはバイキングに荒らされ、町は、灰と化した。10世紀に再びバイキングが街を襲ったが、トロワ主教アンスギーズがこれを退けた。1040年、ラビであるイサークベン・ソロモンが、トロワで誕生している。このことは、街中に、ユダヤ教の学校があったことを意味する。12世紀、トロワ博領は、もう白領と並行され、 シャンパーニュ博領が誕生した。1102年、ユーグ一世が初めて、シャンパーニュ博を自称した。1129年、トロワ公会議がサンピエールへサンポール聖堂で開かれ、ユーグドペイアンラ名だたる聖職者たちが出席した。この公会議で、テンプル騎士団の創設が決定した。1188年、最初の大化で、町の多くが破壊された。1283年、ナバラ女王。 ジャンヌ・ド・ナバールとフランスのフィリップ王子、ペルスバルなどを表し、中世騎士道物語のアーサー王伝説、聖杯伝説の発展に助力したことで著名な詩人、クレティアンド、トロはゆかりの地という説もある。百年戦争中には、パリ高等法院がトロは移転した。1420年、イングランド王ヘンリー・5世と、フランス王女カトリーヌが結婚し、ヘンリー・5世を、 フランス王位継承者とする内容のイングランド優位のトロワ条約が締結された。16世紀から20世紀までニット産業が栄えた。1770年当時、トロワには40のニット業者が存在し、ニットの一大中心地であった。17世紀には青本の出版地として有名であった。1910年1月21日から1月23日まで、 続いたセーヌ川洪水でトロワは甚大な被害を受けた。戦艦機にもニット産業は顕調であり、プティバ島、ラコステ、ディムを含む大工場がトロワに数多く建てられた。1940年6月15日、ナチスドイツ軍がサンス、パリに次いでーブ県の大半を占領した。ナチスによる爆撃を受けたトロワ住民はパニックに陥り、町を脱出した。 ナチスのトロワ制圧後、町に残っていたのは、約4000人の住民だけだった。1944年8月26日、パットン将軍の軍によってトロワは解放された。解放2日前、ナチスドイツは、トロワ南部のブシェールにおいて、オラドゥール・シュルグラヌのように容疑を明らかにしないまま63人の住民を処刑し、家々に火を放っていた。1960年代、 東南アジアや東アジアから輸入されるニット製品との競合にさらされたトロアのニット産業は打撃を受けた。加えて消費者のストッキング離れも起きていた。それでも現在のトロアとその近郊には250のテキスタイル関連企業があり、フランスのトリコットニットの一大生産地となっている。かつては繊維産業が発展し、現在でもその名残を残す。 アパレルの大寺コステが本社を置く。中世においては、シャンパーニュの大市の開催地の一つとして知られ、市純節の第二日曜日の翌月曜日と九月一日に開催される二つの市があった。トロワの市で貴金属取引に用いられた工業は、現在のトロヨンスの元になった。アンドイエットハとテイフィール・ブーティアとイストワールデラビルでトロワイデラシャンパーニュ・マリディノリー、ボリューム1。 デュフィロバート、1870、ジュイン1940、イタアバンドン・らラセテ、ル・エスト・エクレア、2010年7月17日閲覧、コルネリウス・ウォルフォード、死の社会史、中村マサル役、ソシエテ、1984年、268ページ、シーマングルマンズ、ルサイト・デラ・コレクション・グマンド、サイト・デラ・コレクション、2010年6月11日、 閲覧、ありがとうございます。